放送終了後、はい、僕もすごい楽しみにしてた動画がプレミアム公開されるんですけども、鴨の橋くんが来てくれて、うん、プレイしたカードゲームシャドーバースエボルブ、わー今話題のやつや、神にあったシャドーバーや、はい、エボルブ神シャドーバー、神シャドーバーめっちゃおもろかったわ。シャドーバーってあんな面白いよね。いや、かそれ神ですよね。もともとデジタルなんですけど、デジタルの方やってくださいよ。いやいや、モコ君、モコ君、神めっちゃおもろかった。神めっちゃ、僕も最近出てきました。なんでこんな神みんな、デジタル逆にやったことないです。そっちで興味あったら、ぜひデジタルにしてください。この間、俺、5000人が大会参加したら大会でいいなのに、電話で4勝2敗で、もうちょっとでデイツーになってる。てか、何そもそも俺、それシャドーバーのゲスト呼ばれてんの。何で頼んじゃん。俺も呼んでくれよ、それ。俺、シャドーバーといえば俺やろ、なんでおかしい。めちゃくちゃおかしい。まあ、で一番ポイントがめちゃくちゃ強制続いてくれてやったわ。めちゃくちゃシャドーバーに溢れてる。何だろう、変なスイッチをしちゃった。いやいや、そう、神おもろなかったってデータの方もやろうよ、みんな。やばい、これやばいわ、もうスリルのこともあって感情ぐしゃぐしゃになってますけど、シャドーバーエボルブ、これまあ面白かったので、あのモコ君ももしよければ、いやまあまあ、はい、まあちょっとやってみたいですね、はい、気持ちよ、が落ち着いたらぜひ動画も見ていただければと思います。よろしくお願いします。見ます。